中田駅は、神奈川県横浜市泉区中田南3丁目に、ある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は、B04、工藤春や、虹の翼横浜市泉区の幹線道路である、神奈川県道22号横浜伊勢原線の中田駅前交差点付近の地下にある。県道沿いには、商店街、中田、商店街、中田中央商店街があり、 商店が密集しているが、その周囲には落ち着いた住宅街が広がっている。駅舎のデザインは、地域に根付いたぬくもりのある、私の家という意識を持てる駅をテーマとし、コンコースから改札口までは住宅をイメージして、床を土色のグラニットタイル、壁は木材をイメージした土壁色の計酸カルシウム板に、そして木漏れ日を表す黄色のアクセントが施されている。柱は、 小豆色のフッ素樹脂塗装後半を用い、身近で親しまれる駅が表現されている。プラットフォームでは、階段に最も近い柱を小豆色にして視認性を高め、出口を強調する工夫がなされている。また2番で入り口を降りた正面コンコースには、パブリックアートとして虹の翼が設置されている。駅所在地の旧地名、中田町に由来する。地名の読みは地元では、 中田と濁点をつけて呼ばれていたが、住居表示変更の折に、中田と表示されてしまい、地下鉄開業前に、地元、奥津市を中心に交通局と打ち合わせが行われ、中田に駅名が決まったというエピソードがある。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。駐輪場が地下1階、改札口が地下2階、ホームが地下3階にある。エレベーターは地上。 改札館に2機、改札ホーム館に1機ある。出口は中田北方面に3箇所、中田南方面に1箇所ある。中田北方面の出口はエレベーターのみの出口が1箇所、階段のみが残り2箇所である。中田南方面はエレベーターとエスカレーター、階段のある出口となっている。改札外に売店があったが、その後マッサージ店となった。現在は空きスペースとなっている。平日朝は、 新聞の販売も行われていた。平日の朝の新聞販売は2013年3月末で閉店となり、現在は駅構内での物販店はない。自動販売機での飲料水等の販売のみであり、改札外に5台設置してある。またコインロッカーも改札外に設置してある。 ついたちあたり、乗車人員の推移2019年度のついたち平均乗降人員は18,030人で、ある。開業以来のついたち平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。尾高地下鉄開業前は交通の便が悪いにも、かかわらず1960年代から、宅地開発が進行していた。戸塚駅までの長後街道の慢性的な、 交通渋滞と不安定なバスの運行に悩まされていた中田地区の住民にとって地下鉄開業は数十年来の悲願であった。横浜市郊外部の特徴である農村と新興住宅地の共存が見られる地域である。長五街道上にある中田が最寄りバス停。横浜市営地下鉄ブルーライン快速、普通立場駅、中田駅踊り場駅駅,駅改札口とホームは映画。 交渉人、マシモ・マサヨシでのロケーション撮影で使用された。撮影時は TTR 球団死体機とされた。横浜市営地下鉄の統計データ、神奈川県県西洋欄。ありがとうございます。